身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはズバリ、朝の身長は夕方の身長よりもピーセンチ高い、このことについてお話しさせていただきたいと思います。もうね、結構昔の動画ですよね。結構昔の動画で、そうですね、もうね、今調べてもう3年前の動画ですね。朝と夕方どちらが本当の身長かってことで、まあ、こちらの方ですね出しているんですけども、そちらの時2017年のガーナの論文ですね。Our study by diurnal height changes among sample of adult age 30 years and above in Ghana ってことで、ガーナの人の朝と夕方の身長差を調べたっていう論文ですね。でこちらの中ですね、なんとですね1から3センチも、ね、朝の方が身長高いということで、なかなか強烈なデータってことで、まあ、ずっとですね、まあ、そのまま、その資料を参考にして、カウンセリングをねずっと行ってたってところで、まあ、久しぶりにちょっとそれのね改訂版というか新しいのを作りたいというふうに思って、まあ、オリジナルデータの方で今回作成してみましたということでやってみました。ということで今回はトータルでいくと23名のですね、データを作ってきましたということで、まあ、具体的にうちのスタッフですね、うちのスタッフに、朝とですね夕方の実際に測っていただいてそのデータを見ていきましたので、そのデータをズバリ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ということでじゃあちょっと手元の画面に移っていきたいかなというふうに思います。じゃあこちらのね手元のデータ見ていきたいと思います。こちらが年齢、そして性別、朝の身長計測時間、夕方身長計測時間で、体重も一応測ってもらったんですけど、これね、まあ案の定というか女性はやっぱり皆さん測りたくないということで、まあ、今回男性ばっかり、ね、測っていただいてます。で実際のね朝と夕方の身長差が書いてあって、まあ、体重差が書いてあるっていうところになりますね。ちょっと少し具体的に見ていきましょう。例えば最初の方22歳の女性で、朝が 153.1、 そして夕方が 152.8 ってことでマイナス 0.3 センチってことですね。次の人が24歳、 154.2 で、夕方も 154.2 で身長差がなしと、次が、156.5 の 155.8 でマイナス 0.7、 同様にマイナス 0.1 マイナス 0.1 マイナス 0.5、 まあ、基本的にはやっぱり夕方の方が身長が低いというのは今回のデータも間違いないかなと。ただし、まあ、あのガーナの論文よりは随分差が少ないなというのが、まあ、印象になっていきます。まあ、というかあのガーナの論文なんか差でかすぎるよねというのは、まあ、おそらくね、皆さんも思っているところで、まあ、それに関しては、まあ、異論はないかなというところですね。しかしずっと見ていくと、まあ、同じような感じというところで、まあ、大体ですけど、まあ、1センチあるかないかぐらいのところで、まあ、数字が移行しのよくわかります。じゃあこれで少しデータをまとめてみましょうということで、まとめていきます。ということでこちらですね、とですね、こちらが朝のデータになってきます。で朝はですね、男性が13名で女性が11名で、平均身長 172.7 センチで、女性が 159.7 センチでした。日本人の平均身長171の158ですので、まあ、妥当な数字かなというところで、まあ、サンプルデータとしても意外と悪くないという表現だと思います。最低と最高身長についても記載してあります。平均年齢 29.5 の31歳と、最高年齢が39の25、22の40とかですね。さて夕方の方を見ていくと、平均身長が男性が172ということで、172.7 か172ので 0.7 センチの差が出ていることが分かります。女性は同様にしてみてみると 0.4 センチの差ということで、まあ、男性の方がですね、まあ身長低くなるセンチが大きいというのはここから分かります。ただまあベースが大きければ差も大きいというところで、いわゆる圧縮率っていうかな、まあ、そのパーセント評価もできるね、パーセント評価。ただパーセント評価で見ても男性の方が大きいというところで、まあ、これがどれだけ本当の意味合いがあるのか分からないですけど、まあ少なくともそういったようなことがあるのかもしれません。ただあまりすごく重要なデータというよりは、まあ、ちょっとしたデータというんでしょうかね。しかもここちょっと面白いんですよ。体重差に関しては今回全くゼロということで、全く体重差が朝と変わらなかったです。通常これも差が出てくるはずですので、まあ、ここに関してはまあお遊びなので、まあ、参考程度にしてくださいねという表現でいいんじゃないでしょうか。はい、ということですね、まあ、今回のまとめなんですけども、ズバリなんですけど、朝の方が身長が女性であれば 0.4 センチ、男性であれば 0.7 センチ高いというのが、結論になってきましたので、ぜひご参考ください。でちょっとで、ね、この後はですね、まあ、実際に私のね計測風景とかそういったのを流していきますので、もしよかったらぜひ見ていってください。はい、それではですね、朝のね身長実際測っていきたいと思いますね。今日何センチでしょうかってことで、自己申告だって一応173か174ぐらいなんですけど、どんなもんでしょうかってことですね。 174.0 です。おー、すごい高いね今日ね。はい、やっぱ朝一だからかなってとこですね。はい、あとは、まあ、今回のメインは170、まあ、身長の方がねメインになってくるんですけども、実際こっちの方ですね、体組成の方も測っていて、体重もどういう風に変化するかとか、まあ、そういったのもね、まあ、できればね共有していきたいかなというふうに思いますね。実際測っていきましょうですね。じゃあ実際測っていきますよとですね。はい、皆さんも外来の方で、ね、初診の方受診していただくと、必ず、まあ、こういったのもやっていただいて、確認していきます。インポリー測定が完了しました。はい、それですね、まあ、夕方の身長ということで、今ね、17時と、57分、ね、まだ6時ぐらいですね、午後6時の身長で測っていきたいと思います。朝一は 174.0 センチぴったりだったんですけどね、この夕方の、ね、時間で何センチなのか興味があると思います。じゃあ行きましょう。何センチ ?173.3 です。おー、わかりやすいね。だいたい予想通りですね。
はい、ということで朝が 174.0cm で、まあ、夕方今が 173.3 ですね。 0.7cm で身長が縮んだということが分かりました。今ですね、体勢の分析も行ってます。これからもですね、全身全霊で、ね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長とご視聴の人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。